ので、ぜひですね、まあ、いきなり飛び込むよりもですね、やっぱり経験者の、アドバイスは常に聞いた方がいいかなと、特にサイト売買はそういうふうに思います。でサイト売買ですね、サイトを売りたい、サイトを売る、買う、あと、まあ、あれですね、サイト売却ですね。まあ、この場合ですね、やっぱりですね、サイトを売る、買うっていうのは結構金額の大きなやり取りになってくるので、それなりにですね、注意点っていうのはあります。でサイトを買うときですね、まずですね、お金を、払う決済ですね、これはですね、きちんとサイトの、まあ、買う場合ですね、ちゃんと移行できた場合ですね、それで収益がちゃんと確認できてから、取引完了ってやった方がいいと思います。結構ですね、稼げないサイトを売ってたりする、もう売ってしまえばお金さえもらえばこっちのものっていう人がいるので、まあ、そこ